皆さんこんにちは、フジロクです。今回は白玉粉を使ったもちもちチーズボールを作っていきたいと思います。見てください、これすっごく美味しそうでしょう。もちもちの甘い生地に中にたっぷりチーズが入っていて、すっごく美味しいし、しかも簡単なので、ぜひお家で作ってみてください。このもちもちチーズボールは揚げたてが一番美味しいですよ。生地を冷凍することもできますので、揚げたてをぜひ食べてくださいね。それではレッスンスタートです。それでは材料を説明していきます。今回私はこの白玉パウダーを使うんですけども、皆さんはスーパーで売っている普通の白玉粉で大丈夫です。まずはボウルに白玉を測っていきましょう。もしお家にフードプロセッサーがあれば、白玉粉をフードプロセッサーで細かくして使った方が使いやすいと思います。なかったらね、普通の白玉粉で構いませんよ。ではこの中に砂糖、そしてお塩を加えていきます。お塩はね、この私使っている天草の塩っていうやつなんですけども、なければちょっとしっとりした博多の塩とかをね、使ってもらったらいいと思います。そして別のボウルに薄力粉とベーキングパウダーを加えていきます。せっかく白玉粉を使うし、グルテンフリーで作りたいという方は、この小麦粉の部分を米粉に変えてもらっても大丈夫です。そして別のお鍋ですね、はい、牛乳を測っていきます。こちらの牛乳はですね、人肌程度に温めておきましょう。白玉粉に入れる液体は人肌ぐらい温めたものがいいですよ。冷たいものだとね、ちょっとねダマになったりすることがあるんですよ。で、熱々だと逆にね混ざらなかったり、あと火傷しちゃったりするので、ちょっと温かいぐらい、指を入れてね、ぬるま湯ぐらいの温度にしてから加えるようにしてください。白玉粉、砂糖、塩、そして温めた牛乳をゴムベラで混ぜていきましょう。混ざりきる前にふるっておいた先ほどの薄力粉とベーキングを加えていきます。なかなかねこれね混ざらないんですけどもね、根気よくこの後こねていくのでね、ご安心ください。はい、ではこの中に加えていきましょう。薄力粉、ベーキングパウダーです。薄力粉の部分を米粉に変えてもらっても大丈夫です。粉類が全部入ったら、またゴムベラで混ぜていきたいと思います。この粉類入れてからね、このゴムベラで混ぜるんですけど、結構硬いんですよ。で、なかなか混ざらないなってなってくるので、粉っぽさがなくなったら手に変えた方がいいです。手でこねこねする方がかなり混ぜやすいので、最後はね、手に変えてギュッとボウルの底に押し付けるようにしてこねていきましょう。皆さん一度は白玉団子を作ったことあると思うんですけども、あれぐらいの硬さです。耳たぶぐらいの硬さという表現しますよね。それぐらいの硬さになるまで練っていってください。私が使っている白玉パウダーはね、めちゃくちゃね吸収力が良くて、普通の白玉粉よりたくさんね液体が必要になるんですけども、スーパーに売っている白玉粉だと液体の量がちょっと少なくなると思います。詳しくは概要欄に書いてあるので、水分量気をつけて作ってみてください。もしここの時点で硬いなとか緩いなとかあれば、皆さんね牛乳を足したり白玉粉を足したりして調整してください。耳たぶぐらいの柔らかさになれば完成です。できたら一度ラップに包んで少しだけ寝かせておきましょう。30分ほど寝かせておきます。こちら寝かせるときは冷蔵庫じゃなくて常温で大丈夫です。生地を休ませたら、この後は包んでいきましょう。今回16等分してるんですけども、皆さん好きな大きさで大丈夫ですよ。意外とね食べ応えあるので、ちっちゃく分割しても大丈夫だと思います。この後生地を平たくしてチーズを包んでいくんですけども、このチーズの種類がすごく大事になってきます。とろけるチーズを中に入れないと、出来たてをね手で裂いた時にチーズがねビョイーンって伸びないんですよ。このチーズ私一度ねプロセスチーズで作ったんですけど、やっぱり塊のままそのまま残ってるので、こう裂いた時にねテンションが上がらないんですよね。
このテンション大事じゃないですか。わーチーズ食べてる私っていうね、このチーズのミョイーンっていうのが楽しいのに、ミョイーンができなかったらね、ちょっとやる意味が半減するというかね。なので皆さんね、とろけるチーズでやってくださいね。プロセスチーズはダメですよ。このとろけるチーズでやると手で裂いた時にね、チーズが伸びてすごく可愛いんですけども、まあ、私的にね、これ中にクリームチーズとかでも美味しいと思います。クリームチーズはね伸びないんですけどもね、味的には最高に美味しいので、あの大人の皆さん、別に私伸びるチーズを楽しむなんてそんな子供っぽいことしないわという大人の方はね、好きなチーズ入れてもいいんじゃないかなと思います。クリームチーズでもチェダーでもゴルゴンゾーラでも何でも好きなチーズ入れてください。このね、伸びるが楽しいという方はね、伸びるチーズを入れてください。それでは油で揚げていきましょう。油の温度は160か70ぐらいかな。80はちょっとね、高温すぎると思います。高温だとすぐ上がるんですけど、このね、中がね、ちょっと白玉の粉っぽいのが残っちゃうんですよ。で、見た目はね、すごい美味しそうなんで、すごくね、あ、できた、完成と思って食べたらちょっと粉っぽいなっていうのが残るとね、ちょっと嫌なんでね、160か170ぐらいで揚げてください。時間で言うとね、3分ぐらい揚げるイメージですよ。高温だと1分ぐらいで上がってくるのでね、もし1分ぐらいで上がってきたらね、気をつけてください。だいたい3分ぐらいは上げていきますね。はい、こんな感じの色になれば完成ですよ。この時点ではちょっとたこ焼きっぽいですよね。でもね、これ美味しいんですよ。すっごく美味しいので、皆さんぜひ揚げたてを食べてください。時間が経つとちょっと油がね、あの回ってべちゃべちゃになっちゃうのでね、出来たてが一番美味しいですよ。はい、それでは皆さん来ました。この時間です。ミョイーン。あー、美味しそう。もう一回食べたい私、今ね。このアフレコをしているんですけどね、夜中の12時です。美味しそう。あ、この動画を見ている皆さんもね、ちょっと飯テロの時間になってたらすいません。はい、そしてこれね、食べ方2種類用意してみました。ケチャップとマスタードで食べるのもいいんですけど、こちらおすすめ、本当にこっちの方が私断然美味しいと思います。蜂蜜と塩。皆さん、ピザでね、クアトロフォルマッジって知ってますか？あのブルーチーズのピザなんですけども、4種のチーズでブルーチーズが入ってて、ちょっと塩分がね結構あるピザなんですよ。でそのピザってね、蜂蜜かけて食べるんですけど、その味がします。この甘さとしょっぱさ、甘じょっぱい感じ、これがすっごく美味しいので、ぜひぜひやってみてください。騙されたと思ってぜひやってみてください。まあ一番王道はケチャップなんですけどね、はい、どっちも楽しいですよ。ぜひ作ってください。はい、ではここから面白い映像が登場します。3、2、1、じゃーん。たこ焼き器でやってみました。ちょうどね、タコパをしたんですよ、スタッフと。でこのタコパの時に、ちょっとここ借りるねって言ってね、この白玉のね、もちもちチーズボールをね、油ちょっと入れてこうやって回したらですね、なんとすごい綺麗、泥団子みたいな丸い球体になりました。これも美味しいのでおすすめです。まん丸に仕上がるので、たこ焼き器でやってもいいかもしれないですね。はい、どっちも楽しいですよ。ということで今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいた皆さん、ありがとうございました。この動画が面白いためになったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。